4号駅は愛知県豊田市四号町森前にある愛知環状鉄道線の駅である。駅番号は14。計画時の仮称はさなげ町駅だった。島式一面2000ホームの公開駅であるが、二面4、1000分の用地が確保されている。その用地の一部を使う形で、保線用の側線が一本敷かれており、資材置き場などにも使われている。また、 用地に続く車道があり、高架の下から車で直接乗り入れが可能である。駅員時間配置駅で窓口や自動券売機はホーム下の通路に設けられているが、乗降の際、構造上、この用地の下をくぐるため、通路の距離が長くなっている。資材置き場には一箇所だけ四方をガードレールで囲まれた場所があり、新トヨタ型にはモーターカー用の車庫も設置されている。 ほとんどの列車がこの駅で対向列車と交換をする。駅前は近年、市街化調整区域から外されたことで、区画整理が行われた上で駐車場を移設し、ロータリーが整備され、トヨタを移転、バスさなげ、アスケセの新設に伴いバス停も設置された。国鉄時代はさなげ貨物基地の建設が計画されており、用地も取得されたが、計画中止となった。用地は、 豊田市土地開発公社に売却され、愛知環状鉄道線の建設費に充てられた。豊田市統計書、移動等円滑化取り組み報告書によると、当駅の1日平均乗降客数は以下の通り推移している。愛知環状鉄道の30年114ページ、愛知環状鉄道、2019年 ABC、愛知環状鉄道の30年年表、 愛知環状鉄道株式会社2019年とか乗車券のサービス開始日について愛知環状鉄道オリジナルの2019年6月2日時点におけるアーカイブ h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 9 0 6 0 2 0 7 2 3 2 8 h t t p w w w a i k a n r a i l w a y c o j p p d x p r e e s r e l e s e 3 0 1 2 8 pdf2020 年11月8日閲覧。ab 岡田線、瀬戸線工事士131から132ページ、日本鉄道建設公団名古屋支社、1988年、オープンデータデータ提供豊田市統計書豊田市、移動等円滑化取組計画書、報告書愛知環状鉄道。ありがとうございます。